1966年に開けこうした、幌内ない幌内炭鉱門中1879年に開けこうした大行動幌内炭鉱とは、北海道三笠市に存在した炭鉱。親とい外国人による指導で、石炭層の発見から最短から輸送に至るまで、機械化が進められた日本の近代炭鉱の先駆け的存在。明治期の近代化から、 太平洋戦争後の復興期まで、縁の下で日本を支えた歴史的に重要な炭鉱の一つである。独立系の炭鉱会社も数社が開発を手掛けたが、開発の主力を担ったのは、北海道炭鉱期船であった。北端の本港の縦鉱は、海面下1000メートルを超える日本最大規模となった。1975年に大規模なガストチコがあり13名の犠牲者を出した。 事故後再考を再開し、最終的に北端の生産量は100万トンを超えた。閉山後、多くの遺構が解体処分されたが、2018年現在は三笠ジオパークの一つとして整備されている箇所もある。明治12年に北海道開拓市が掘った坑道は当時は大坑道と呼ばれ、その後音は坑と呼ばれるようになった。0辺から7辺までの坑道で構成されていた。 0辺、行動、2辺行動は、比較的コーは狭いが、3辺、4辺、5辺は広大な、コ区を有し、同鉱山の主要部分であった。6辺と7平行動はまた採掘が進んでおらず、コ区が狭かった。最深部の7辺で採掘された石炭は、中央運搬車高と、中央ベルト車高によって5辺行動まで上げられ、次いで中央車高によって2辺行動まで上げられた。 二軒行動からは1952年に完成したベルト2車高で地下135メートルまで運ばれ、その後ベルト1車高で標高95メートルの上磐高校にある先端上まで運ばれた。人員や機材は1966年に作られた滅のタテて荒ヤグラが使用された。 縦坑ヤグは早期ルートとしても使用され、隣接して廃棄縦坑が昭和四十九年に掘られており千六百キロワットの廃棄装置が設置されていた。掘らない縦坑ヤグは三の四のもの六辺の坑道に接続しており、廃棄率坑は四から五から七辺の坑道に接続されていた。その他にも標高百二十七メートルの布引きにも布引き縦坑があったが、こちらは 地下164メートルまでの浅い行動にしか接続していなかった。布引きには600キロワットの排気装置が設置された。採掘された石炭は、ホロ内から三笠を結ぶホロ内鉄道で搬出された。1975年11月27日午前2時5分、地下1000メートルにある最深部の七平行動にてガスと出事故があり、10分後の2時15分に、 ガス爆発が起きた。同日9時55分に救助隊が片行動まで降りたものの火災や崩落のために災害現場に接近することができなかった。布引き排気車校の換気装置は全開で運転されたが行動は煙が充満しガス爆発も断続的に続いており救助活動は不可能であった。行方不明者は13名であった。 二次災害の危険が高かったために救助班は撤退した。家族の了承を得て11月30日17時51分より、沈下目的で行動への注水を開始した。12月1日までに24,810トンの注水が実施され、七平水平行動を水没された。12月2日15時30分、注水後の調査のために調査隊が入港したところ、 地下860メートルの五辺行動付近で火災が継続しており、深部ではガス爆発が継続していることが分かった。12月3日より2回目の注水が開始、12月10日までに六辺行動を水没させた。五辺行動については、行動内での消火活動にて沈下する方針であったが、それも危険であることが分かった。12月12日から、 翌年の1976年1月10日までかけて3回目の注水を実施、4平行道まで水没させた。崩落した行道を回避して、別の行道から消火活動を行おうとしたが、火災は行道全体に波及しており、2月27日から3月27日までかけて4回目の注水を実施し、2編行道まで水没させた。 総中水量は408万トンにもなった。1977年になって校内に残された遺体の探索が開始され、6月1日から7月3日にかけて13人全員の遺体が回収された。事故により主力行動のすべてを失ったが、その後水没した行動を整備して創業を再開した。1989年閉山。ありがとうございます。